チャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、またまた案件でございます。というのもですね、前回頭につけるやつの動画を出したと思うんですけど、そちらのですね方でシャンプーがあるということなので、シャンプーとその後につけるやつ、名前が出てこないけど、セットでするとより効果的っていう話みたいなので、また送ってもらいました。こちらです。ブブカスカルプケアシャンプー TS コーポレーションさんより送ってもらいました。ブブカです。こちらのシャンプーを使ってからですね、こちらですね、スカルプエッセンスを使っていけば効果的ということでやっていきたいと思います。今使ってるシャンプーはですね、特に気にもしてないので、まあ普通にスーパーで売ってあるやつですかね。でちょっと男性用シャンプーみたいなのを使ってるんですけど、せっかくこれも使ってるので、やっぱり同じやつの方がいいじゃないですか。さっきからですね、実は匂いがちょいちょい漏れてきてるんですけど、嫌いな匂いではなくていい匂いがします。とりあえず使ってみましょう。ブブカチャンネル。はい、それでは洗っていきたいと思います。今これを毎日つけているので、多少の変化はあってるんじゃないかなとは思うんですけど、見てみてください。よいしょ。どうでしょうか。ちょっと自分ではですね、あんまりわからないんですけど。ブブカチャンネル。さあ、洗っていきたいと思います。スカルプケアシャンプー、見えにくいけど透明ですね。うん、あ、泡立ちいいですね。すぐ泡が。スカルプエッセンスの方でもマッサージをするんですけど、こっちでもマッサージをやりますよね。よし。ああ、なんか全然なくなってしまった。十分マッサージもしたので流していきたいと思います。うん、あ、すっきりした。うん、こんな感じですね。男性用のシャンプーって元からなんすかね、スーってするやつが入ってるんですけど、これはそれが入ってないので爽快感っていうのはちょっとないんですけど、
全然洗ったって感じはあるのでいいですね。でこちらで頭を洗った後、こっちをつけていくと。これももみもみでなじませていきます。ベルカチャンネルということでですね、こちらのブブカのスカルプシャンプー、そしてブブカゼロですね、スカルプエッセンス、これのセットでやっていきたいと思います。どうなるんでしょうね、髪の毛もうやっぱり30過ぎましたんで、しばらく使っていきたいと思います。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。